どうも PO25 ですというところでシャリマスやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ちょっと座り方がいるわ前回朝倉の、グラッドが終わったというところで、まあ、本日から、また人が変わるよと、ね、私のグラッドがやるのは変わらないけれども人は変わるよというところで、本日はもう朝倉とね、まあ、小糸と来て、ひななと来て、朝倉と来たらもう最後は残り一人と唯一アイドルロードで、SSR に実はなってないんですけれども、まあ、この方ですね。マドカです。はい。唯一 SSR になってないですね。多分、マドカだけね、ウィングめっちゃうまくいったんだ。確か。そう。2回ぐらいで終わったのかな。うん、だから、すごい、普通にめっちゃうまくいったからさ。なんか SSR になってないんだけども、ね。まあ、というところで、やっていきましょう。いつも通りですかね。まあ、1本で終わらせる気はあんまないんだけれども、ちょっとひななが40分ぐらいだったので、なんとも言えないんですけどね。まあ、一応、頑張っていこうかなと思います。行きましょう。脈を打て。こんな熱いことをまどかが言うとは到底思いませんからね。多分別の人なんだろうけど。22階。おお高いね高いね。アイドル、他の、うん、知ってるんだ。こんにちは。すごいや、窓が漏れるね。エレベーターでの初めて見ましたね、これね。あ、はい。前にオーディションで一緒になって。え、あのアイドルじゃなくて、あのウィングのまだかが最初に言った、ショッピングモールの前だかなんだかで、やってたアイドルではなく。こちら、所属事務所のプロデューサーです。なんか面白いな。そうなんだ。すごいね。マドカとそこまでいける。まあ一応、ノクチュルの外交係みたいなところはありますから、マドカはね。うん。何でしょう、こう、ノクチュルの連絡係、ノクチュル内での連絡係はこういったんだけどさ、ノクチュルの外交係、ちょっと他のユニットとか、他、外の関わりは結構マドカが一番持つそうですね。やっぱ一番常識人っぽいからさ、うん。他メンバーが。送ってくれたグラッドの PR 動画、かなり再生されてたね。普通に敬語じゃないのもいいですね。へえ。最後。え？窓がそんなこと言うの？かっこいいね。窓がいい言葉言いますね。
入場ですかね。おお、結構早かったね。他メンバーもっと長かったイメージだったんだけど、早かったね。そっか。グラッド、これ、マドカが参加するしないの意思はあるんですかね。ほら、コイトは最初に伝えられた。ひなな、朝倉は知ってた。マドカは？あとさ、いや、これ、あれだけかな、ちょっとわかんない。ちょっとなんでもないんだけど、なんか、テキストが出るときの音、パパパパパって音、あれなかったよね。バグかな。ちょっとまあいいや。じゃあ、最初のね、恒例 D ブロックからいきましょう。まあ、そんな感じ。マジで。まあそんな感じでございますけれども、ここでちょっと一つ、いいですか。コメントいただきましてありがとうございます。結構その上限、私、ダンスの、ダンス値の上限とかに気にしてたんですけど、それがひらめき使って、このアビリティ取得で、これ、できるよというコメントいただきました。いや、マジでありがとうございます。これとかですね。これとかだね。このひらめき使って、盛り上がりが 30% とか 60% 以上になると、これを使って、上限が解放できるというのを知りまして、ありがたいですね。ありがとうございます。これはね、知れてよかったというところでやっていきましょう。さてさて、じゃあいつも通りこのね。いいんじゃない？まあ、最初はメンタルを鍛えて。何かつかめそう。メンタルを鍛えてね、スタンプも集めてっていうところをね、やっていくわけですけれども。休む。怪我しないでね。すごいトラブルガード。何？トラブルガード3掛け。怪我しねえよ、俺。空は晴れている。なんだろう、すごい。着てみました。いかがでしょうか。衣装を急に、あ、そうだ、そうだね。窓型だけ SSR じゃないから、この衣装なんだよ。ごめん。窓がマジだよね、本当に。ごめんね、窓か P。はい、大丈夫です。そうですね。これくらいなら問題ありません。踊れると思います。何のイベントなんでしょうね。グラ、ん？なんかリハーサルっぽいこと、営業。CM。 うん。ちょっとごめん、私の担当アイドル小糸なんですけど、なんで小糸だけ仕事がないの。一番常識人じゃん。いや、いいのよ、いいの、いいの。ノクチルに仕事があればいいのはわかるけど、ひならはさ、恋マス行ってたでしょ。朝倉は赤字屋きっかけでさ、仕事いっぱい来たじゃん。まどかも今 CM のあれでしょ。なんでこれ天神コミュで一番まともに歌って踊ってたアイドルは誰ですか。なんでだよ、本当に。もう正当な評価はされないな、本当に。かけますよ、私。いいですね。ここのシーンが、あ、これがあれだったのかな、その知り合った場所なのかな。今回意外とあれですね、なんでしょう、こう、ここまで見ると、あれだね、まどかが結構その他の人と絡むっていうところを見ることが多いコメですね。いいね。今度お礼を言っておきます。今日はやっていないんですね。あ、外のライブかな。そこの CD ショップのイベント、あ、毎週やっているんじゃなかったでしたっけ。すごいね、やっぱ過去の話を受け継いでくれるのは、やっぱりこうここまでやってる甲斐がありますよね。
そうですか。私結構その物忘れというか、頼まれたことをねやろうとして忘れること多かったりとか、なんかこれやろうと思っていざ移動したら何するんだっけっていうのが多いんですけど、意外とねアニメの話とか、あとは野球の結果とか、ああいうの覚えてるんですよね。だからなんだろう、やっぱ自分の興味あるものしか覚えないんでね。だからご中佐もね全然すぐお話は出ますし、まあそういうところだろうね。うん、なんならね全然こう流れで見たアニメのねワンシーンとかも覚えてるよ。うん、あの潜在写真って撮り直してもいいんでしたっけ。え、翼のお願いします。へえ、撮り直したいんだ。今の潜在ってどんな感じ。どうぞお構いなく。なんかこのコメあれだな、窓、ここまで窓が全然あれだな、厳しくないな。あれか、ウィング経てるから厳しくないのか。そっか。最後にプロデューサーって言ったもんね。彼女は未熟で未完成のまま終わろうとしている。おお、人気だね、窓かね。あ、終わりなんだ。じゃあ休もうか。わかりました。ちょっと待ってくれ。その意外とこの組み合わせってさいいよね。オッケー、いいんだよ。意外とこの窓かジュリさんって組み合わせね、意外といいんですよ、好きなんですよ。おはようございます。私のことは構わず、どうぞ仕事に集中してください。これ初めてなんだ多分な、仕事の話を。あ、でも多分あれだな、したことあるな。みんなにも関わることですか。従うかどうかは聞いてから考えますが、とりあえず話してください。幼馴染大好きなんだから。こんな舐めた口聞いてたら。軽やかに息遣いを聞く。ここだけ電気ついてるのいいね。悲しいな、プロデューサーな。うん、翼プロってだって社長と葉月さんとプロデューサーしかいないんだろ。どんな事務所なんだよ。社長な。ああ、若いんだね。潜在写真ですね。なんで撮り直したかったんだろうね。なんか嘘だろ。ちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。ちょっと待って、きちいよ。頑張ろうなって写真に。そりゃそうだよ。どうしたんだい。でも本当に人の潜在写真をニヤニヤ見るのはやめてもらえます。そうだよな。うん、わかる。あとで言っとく、プロデューサーに。うん。
別に隠れていませんが、ちょうど帰るところだったんです。結構遅くまでいるんだね、まどかね。レッスンかな。でもあなたが全く気がつかないので。電気つければどのタイミングですか。クタクタな様子でソファーに座り込んだところ、はっと立ち上がったところ、全部見てんじゃん。封筒を手に微笑みながら全部見てんじゃん。恥ずかしいね、プロデューサーね弱めに握られたね結構です。まだバスがありますし。そうなんだ、結構遅くないでしたら余計に結構です何か買ってやった方がいいよ。送迎は別に口止め料になんないと思う。ご心配なく。言いませんよ、今回は。何を。休んでください。あー、ぶしゃいや、なんだ、なんか あったっけ。休んでください。そうですよ、休めよ、プロデューサー。そうだなこういうことがあるからな。うん、バラエティ番組用の事前アンケートは机に置きました。おお。これ窓かだからまだ潜在写真見てニヤニヤしたのをこうやって、あの、まあ笑いじゃない、笑いじゃないな、怒りとかに消化してくれたけども、お前これあのガチで受け止める人だったらやばかったからなあの、まあ小糸とかマノさんとかあそこら辺だったらやばかったからな。うん、気をつけろしっかりとね、こうやっぱりメールもね、うん、あ、付き添えないんだね。台本がありますし、番組の要望に沿ってやります。さすがですね。うん、問題ありません。レスは早くっていうのをね、やはりこう海へ出るつもりじゃなかったしで学びましたから。うん、恋人がいなきゃほうれん草誰もねそうだね。そうだよ。バスですね、いつもの。軽やかというより。うわー、気になるね。お疲れ様です。なんて言うんでしょうね、また、うん、やはり天才のようで実は努力をしているマドカ。やることないなら帰りますが、ぽいコメなんだろうね、多分ね。うん、多分そういうことだと思うんですけどもね。あれでも言ってたね。なんか普通に、なんだっけ。いや、なんか、あれでも言ってたって、なんか適当に言ったわ。ほら、あれですよ。ちょっと待ってね。ちょっと待って。まあいいや。わかりました。ちょっと待ってくれ。その、オッケー。ないです。ああ、飲み物あるので大丈夫です。お構いなく。そうですか。楽しいのかそれは楽しいのかプロデューサー。楽しいのか。私もいろいろとやることがあるので、うん、休みかい。一週間後休みでいいですか。プロデューサー、それで楽しいならいいけども。ではよろしくお願いします。1週間後休みというところで非常にこうまどかのなんて言うんでしょうね、ありがたさというかあ、やっぱそこは休んだ直後だから1週間後にしてくれたのかなって気がしますけどね。うん、よし、じゃあ予選行きましょう。今
話すことでもないんですが。何でしょう。聞かなくていいんですか。なぜ私がエントリーしたのか。グラトに質問に質問で返すのはどうかと。嫌です。なんだそれ。え、ちょっと待って、なんで。いやー、わからないですね。うん。うぐじゃないのよ、プロデューサー。ほら、この満足そうな顔ですよ。なんだそれ。なんとかなりますよ。笑っていれば。ああ、最初のあれですか。ごめん、窓かだけマジでな。もしかして本当に。まあもう予選はね、お手のものですから。本戦は長いんですよね。そこも困っちゃう。はい、ありがとうございます。いや、シビアだったんだ。予選ですし、こんなものじゃないですか。普通にやっていればそうそう落ちることもないでしょう。すごいね、さすが。お、マジですげえな、やったね。よかった。よかったですね、なんとかなって。この先は分かりませんが。で、これでアビリティのこれだね、これを獲得することができると。で、ダンスの条件が50アップ、すごいですね。これは便利だわ。無機質な廊下と。終わる、終わるか。あ、窓が出るやつだね。見なかったの、これでさ。あ、話聞いてなきゃ。あ、なんだ、話聞いてんのかい。有能じゃねえか、お前。お疲れ様です。バラエティ番組のライブ配信は終了しましたが。が。申し訳ありません。失敗しました。嘘。マジの、マジのすけ。なんかさ、自分毎回そのマジのすけって言ってるじゃないですか。あの、なんか編集してるとき、マジのすけってなんだよって思いながらやるんですけど。ん？どうした、まどか。何があった。台本あったんじゃないの。バラエティは台本通じないのかな。恋愛リアリティショーにバラエティはあるんだけどね。仕事は立て続けに来るね。ただ全然窓かと連絡取れてないけど。こちらこそありがとうございました。出たのかい。お、よかったね。まさかあれじゃないですか、この子を立てるために失敗したとかいう説ある。あ、あ。え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 。あれ、あれ、まだか。台本通りに笑ってくれ。あ、こっち、ピッチャーじゃねえんだから、お前。炎上したピッチャーの火消しに出すならね、そのピッチャーもチャンスよ。炎上したタレントの対応が厳しいって。あ、そうなの？そっか。
どうするプロデューサー、ここの選択は。そしてマドカはなんでだい。台本通りにやってくれなかった理由聞きたいよね。そしてマドカこんな悲しそうな目すんの。ちょっと待って、普段こうだったっけ。プロデューサーだけこのテキスト出てくる音あるね。なんでだ、今までそうだったっけ。今までそうだったらただ集中できてない人間なだけだけどね。そうだな、ミスターオルドタイプ。え、ミスターオルドタイプ、あれ青くない、あれオールドタイプじゃねえや。あれまだ青いってことだから若いはずなのに、オールドタイプでも何でもねえよ。おお、ため息はついちゃうんだな、幸せに逃げるからな。見るの怖いね。わーっと、なるほどね。これでまだか笑えなかったんだ。まあ、そうだよな。無能系アイドルだもんな。おバカタレントとかじゃねえ。無能だもん。飛躍がすごいもんね。ドーンでジャンプアップするもんね。うん。ジャンプ、うん。とんでもないジャンプアップでちょっと話を一ついいですか。私、ライオンズが好きなんですけども、14年のファンクラブ入会特典の時にもらえる DVD に座談会の様子があるんです。で、お話があって、まあ、今現在の楽天にいる、まあ、ASMR 朝が打点を取った年だったんですよね。その前年が座談会でテーマにするシーズンの年がね、その年だったんです。で、まあ、それについてこう朝がそのエラーをして次の日から4番だったんです、その日朝って。でその年で、そっから打点王につながった、この失敗は後につながったよねってクリさんが言った後に、お兄ちゃんがですね、お兄ちゃんその時いたんですよ。でお兄ちゃんってその年キャリアハイなんですよね。100試合以上出て打率も2割6分ぐらいあったんだっけ。でホームランも2本ぐらい打って、すごい後半マジでいい活躍してた、9番ショートで。その年もね、バントが下手だっていう話になって、じゃあそのバントの失敗が打点王につながるかもしれないって言ったらね、お姉ちゃんが、えらいジャンプアップやなっつってね、あれ大好きなんですよね。あー、そっか。そうか、だいたい窓かにバラエティ合ってるのかな。無理です、笑えない。お、これなかなかビシッと言いましたね。他の人にも笑ってほしくない。なかなかビシッと言いましたね。あなたはあなたのままで間違っていない。なかなかこうビシッと言ったんだね。可能性感じてたというところですね。なんでそう捉えちゃうのよ。はい。電話越しの声。素直に送迎に応じるんですね。気になるね。お疲れ様です。すごく気になる終わり方をされる毎回。私が手伝うっす。
毎回すごく気になる終わり方をされるんですよ本当に。ボーカルレッスン終わりました。上達？さあどうでしょうね。すごい挑戦的。講師の方には褒めてもらえるのでまあまあなんじゃないですか。すごい挑戦的。私のことはお構いなく。要件だけお願いします。さあラスト PR 活動しておりますか。プロデューサーさん、あ、久々にこれ来たな、なんかこのイベント。いい人なんですよね。プライベート。あ、OK。この記者の人、いい人なんですよ。なんか、なんかの仕事もくれたよね。まあ、そんな感じでございます。さあ、っていうところで終わろうかなと思います。シーズン4からですね、次はね、まあいい感じじゃないですか。42分撮ってるんですけど、まあカット入れたら、まあそれなりに。ただ今回ちょっと個人的には小粋なトークをできたと思ってるので、まあちょっと長くなるかな。まあというところでありがとうございました。チャンネル登録ね、頑張ってますんでお願いします。バイバイ。